あの突然すいません、俺ケンジって言います。可愛いなと思って声かけちゃいました。別に可愛くないですよ。え、めっちゃ可愛いですよ。あのよかったら LINE 交換しませんか。いいですよ。よっしゃ。もうそろそろいいよな。今度の日曜日会いませんか。既読ついた。いいですよ。やった、やっと会える。みかんちゃん、みかんちゃん。青いスカートに紺のバッグって、え、嘘でしょ。あのみかんと言います。詐欺だ。ケンジさんですか。違います。平警部、こちらが彼女がツイッターとインスタに載せていたと思われるアイコン画像です。これが詐欺だと。そうです。これを見てください。これは待ち合わせに現れた彼女の写真です。これは肌の色、唇のプルプル感、鼻筋、輪郭、ほうれい線、目の大きさ、足の長さが盛られ別人になっています。凶器はスノーにビューティープラス、カメラ360や B612 というアプリを複数使った可能性が高いかと。痕跡はあるのか。はい、ここを見てください。背景が白く飛んでいます。またこの写真の背景も見てください。ん、これは空間が歪んでいます。なるほど。彼女は自分をあたかも美女であるように見せかけて男からチヤホヤされようとした罪に問われています。そうか、今彼女は取調室にいます。自撮り家の坂上です。なんで写真を持ったんだ。綺麗だって思われたくって。可愛いって思われたいのがそんなにいけないことですか。言わないだけでみんなやってるんです。でも君は写真と別人になるまで加工して SNS に載せてるよね。はい。加工アプリを使い始めた経緯は。初めは興味なかったんです。でも友達に誘われて一回ならって思って使ったんです。そうしたらすぐにいいねやリツイートがつくようになって。それが快感でやめられなくなったと。はい。そのままバレなきゃいい、会わなきゃいいんだって自分に言い聞かせて、その後も加工アプリを使い続けました。そのうち輪郭だけじゃなく角度にもこだわり始めたんです。偽装を隠すために偽装し始めたわけだ。はい。そしたらもっと男性からダイレクトメッセージが来るようになったんです。でも会ったらバレちゃうよね。はい。なんで会ったの。それは加工した写真の自分が本当の自分だと思い込んでいたからです。え、持った自分の顔が本当の自分だって思ったってこと。はい。幻覚症状だね。いつから。それは分かりません。そして会ってみたらこんなことになって、私どうしたらいいか分からなくて。男子の純粋無垢な性欲をもてあそんだという自覚はあった。ありませんでした。これは憲法第32条自撮り画像偽証罪に当たるよ。被害者男性に言いたいことは。すいません、本当にすいません。ケンジさん。はい。加害者女性かなり反省しています。でもケンジさんも注意しなきゃダメだよ。はい。今の時代加工詐欺が急増しているから、アイコン画像で釣られちゃダメ、絶対。はい、気をつけます。はあ、ユミちゃん。はあ、ユミちゃん、めっちゃ可愛い。ユミちゃん、ちょれ。授業は終わり。また来てね。